え、ここお寺ですか？ここお寺です。牧王堂というね、お寺さんでございます。伝承寺というね、お寺なんですけれども、はい、こちらも日本一いらっしゃいます。日本一がいらっしゃいます。早速入っていきましょう。うそ、すごいじゃないですか。矢崎さん、なんとですね、今回特別にこのガラス戸の向こうに行けることになっております。そう、そうなんです。開けていただけるということで。え、だってそもそも撮影禁止って書いてるから本来は撮ったらダメなんでしょ。そう、ダメな上にさらにガラス戸の向こうに行かせていただけると。いや、信じられないです。いいんですか？私も今ちょっと足が若干震えている状態なんですけれども。え、サリアさんでも初めて？初めてでございます。わー、ます。あんだけ大きいってことは、やっぱり寄席作りなんでしょ？そう、先ほどね、時事でね、一木作りだとどうしてもサイズ大きいのが作れないんですって私申し上げたんですけれども、一木作りなんですよ。そう、これ一木ってちょっと信じられなくないですか？こちら一木だから一般の木だ。そうです、一般の木だ。掘り上げたってことでしょ？そうなんです。このね、あの不動明王様、いろんな意味で、まあ、その一木作りというところだけでももちろんすごいんですけれども、はい、日本で一番なのがこちらの不動明王なんですね。え、大きさ、はい、木彫りも不動明王一番大きいサイズというこちらなんですよ。どうもなかった。そうなんですよ。いらっしゃる、いらっしゃるんですよ。こちら三尊形式になっておりましてですね、聖鷹さんと本柄同士、あの不動明王さんの脇を固めていらっしゃるお子さんの姿で伺っているんですけれども、はいはい、まあ、不動明王といえばやはり、まあ、空海がですね、初めて日本に持ち込んだというか、まあ、先ほどの、まあ、法治層でね、国が荒れていたというところの新興国家のヒーロー的な感じでですね、まあ、空海さんがこう、ね、日本に持ってきたところ、すごくね、あの皆さんの心に刺さって、まあ、ヒーロー的な感じでね、不動明王さんすごい人気ですよね、日本ね。その不動明王さんの木彫りの一番大きいのが、はい、もうこの牧王通りにいらっしゃる。釘寺で登場されました阿弥陀如来さん、ちょっとね、手の形が違うんですけれども、こちらはね、あのグーサインじゃなくて、ライボールって言いまして、ライボール、あなたが迎えに来ますよっていうね、あのサイン。あ、オッケーオッケー。ちょっとローラーさん的な感じで。そうです。で、まあ、本当に並びがね、まあ、珍しいですね、これまず一つのレアポイントとして。いや、でも僕なんかすると普通だかなと思っちゃいますけどね。あのこちらね、あの四天王の脇を固めている四尊の四天王さん、大体ですね、釈迦如来さんの周りにいらっしゃることがすごい多いんですよね。釈迦如来は、お釈迦さんが悟りを開いたから如来になったという状態が釈迦如来、はい、そうですね、悟りを開いたお釈迦さんの姿を仏像にされているのが釈迦如来なんですけど、なので、まあ、阿弥陀如来さんの周りに、まだこの四天王さんもいらっしゃるんですけど、非常に珍しいこと、その位置でございまして、はい、で、不動明王という大徳明王で、まあ、見てわかるんですけど、ちょっと異形の姿をされているじゃないですか。そうですよね。ちょっと異国な感じが、両サイド、ね、はい、ありますけど。荒々しいというかね。この、まあ、密教仏の、まあ、本尊としてですね、一番多いのがやっぱり大日如来が一番多いんですね。うん、はい、この、 あの空海の真言宗のお寺の中に行くと、大体本尊として大日如来が祀られておりまして、うん、はい、まあ、その周りに不動明さんとか、うん、大徳明とか、まあ、五大明みたいな、はい、なんか並ぶ形式がすごい多いんですけれども、うん、これはやっぱりなんでこの並びなのかというと、ここ牧王堂さん、天台宗なんですね。うん、で、天台宗ももちろん、あの密教の宗派なんですけど、はい、天台宗というと、まあ、最澄ですよね、大涅槃を作った最澄なんですけれども、うん、非常にあのハイブリッドな宗派なんですね。禅、うん、もやりますし、うん、密教もやりますし、まあ、念仏も唱えるし、で、根本のそのメインの教科書みたいなのが法華経というね、禅宗の、うん、こうメインの、 あの教本である法華経だったりとも、すごいハイブリッドな総合的な、なるほど、やるので、空海さんは、はい、うちは蕎麦だけしかやりません、密教しか勝たんみたいな、はい、もう蕎麦だけ、その蕎麦一本で蕎麦の味だけ味わってください。だけど、あの最澄さんのところは、はい、蕎麦もやるし、うどんもやる、あと天ぷらも出します、一流のラーメンも出しますよ、はい、そうやって麺はとりあえず全部やりますみたいな、ハイブリッドな形の、もう総合的な仏教 の、 その実現っていうものをやられて、だから、まあ、各地あの離れていくといろんなスタイルがあって、そうです、そうです、当たり前っていうことですね、はい、なので本尊っていうのも全然決まってないんですよね、うん、
薬師如来さんを祀ることもあれば、はい、阿弥陀如来さんを祀ることもありますし、釈迦如来を祀るという、で、なので、まあ、こういう自由な並びがね完成しているというのが天台宗ならではの背景なのかなっていうのが、そういうことか、ね、これも気にかなわからへんかったな、はい、で、まあ、このね、大徳明なんですけれども、はい、当時、京都の当時の中に行かれると五大明王というのがありまして、まあ、いろいろな、ね、はい、明王様がいらっしゃるんですけれども、今回は大徳明がね、関連ロックの形なんですけれども、あの三浦淳さんはですね、この巻き王の判定をございます。はい、このね、大徳明のことはシンメトリーに近い姿でかっこいいという感じなんですね。はい、もう激もめしていたんですけれども、これもでも特徴的ですね。で、まあ、ヒンドゥー教の死の神、ヤマ、エンマ様、エンマ様のお手になっているヤマというのを終わりにもたらすという意味の名前を持っているので、結構強力な力を持たれている。もうね、ビンビン感じますね。ビンビン感じますね。足と腕6本あるんですか。そうですね、3面で、で、上にも、あ、だから顔も6つ、腕も6本、足も6本というお姿ですか。そうです、そうです。でもこの大徳明王独特の断崖っていうね、手の形、こういうやつですか。はい、もうあのゴローマンみたいなね、はい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 、してますけど、そういうものも非常に明王としても、あの個性の強い、はい、明王様ということで、もうこの並び自体がね、すごいんですけれども、で、iPhone で方角を見てたんですけどね、ほら、じゃあ、神様ぐらいと、なんで五大明の中で大徳明だけがね、ここに抜擢されているのかって考えたところですね、両方西の方角を担当されているということで、あのさっき分かったように、やっぱり西でしたね。阿弥陀如来、まあ、こういうふうに穏やかな顔をされておりますけれども、ね、時には怒る一面もあるということで、運送が現れたその表現として、大名、徳名。うっせぇ、めっちゃ怖いじゃないですか。触れ幅すごないですか、阿弥陀如来さん。いろいろね、皆さん、なんかいろんな顔をいろんなそれぞれの、まあ、仏様にこう派生して表現するっていうね、流れが込まれている。めっちゃ怖いやんか、あんな穏やかやのに。実は不動明さんには2種類のですね、はい、不動明さんいらっしゃいました。不動明は不動明王だと思ってましたけど、種類ある。そうです、そうです、あの造形の違いがありましてですね、ちょっとまあ髪型とですね、顔の表情でね、見分けることができるんですけど、こちらはですね、平安時代後期10世紀以降のパーマかかった髪型にですね、まあ、右目が天を見て、左目が地を見ている、あ、天地眼っていうところですね。はい、で、あと歯に注目、まあ、牙ですね。まあ、こちらは左右対称に出ている牙城義手というスタイルこれはだからもう10世紀以降とかに見られるっていう形で、まあ、結構こう顔を歪めて、まあ、ちょっとあの誤解されそうですけど、あえてこの表現するんですね、見にくい、ちょっと見にくい表現をね、あえてされてるんですけど、これは何でかというと、古代インドの奴隷がモチーフになってるって、なんで？ね、言われているんですね。なので、このちょっとパーマっていうかね、手入れされてないその髪型だったり、歯の表現っていうところをあえて、しているっていうところなんですけど、あの仏像っていうのはやっぱり今を生きる皆さん側の視点に多と寄り添うっていうね、姿が反映されているので、まあ、やっぱりその社会に生きて、ね、私たちがこう苦しい、まあ、思いをですね、まあ、奴隷っていう立場、まあ、一番こう分かっている象徴として、でそれがこう鎮護国家の企業として、やっぱりもうみんなの痛みや苦しみを分かっているからこそヒーローという立ち位置になれるんじゃないかっていうところ、そういうそのバックボーンがあったからこそ、日本でこんなにやっぱり支持を得る存在になったんじゃないかなっていう、そういうことか。その我が国の時代背景、はい、タイミングとマッチしたからこそ、そうですね、他の国では不動明王さんっていうのはそんなにフューチャーされてない。そうです、はい、もうあの大日如来の使いっぱしりみたいな、あ、そう、経典で書かれていたり、あ、じゃあ日本独特って言ってもそうなんですね、いいぐらいな、はい、でも不動明王ね、怖い顔、なんでされていると思いますか。これはもう僕ね、ちょっと知ってるんですよ、だからこれ剣持ってるでしょ、はい、でこれなんか縄みたいな、ね、言うこと聞かへんやつ、お、もう仏さんが優しい顔で教えてんのに、はい、それでも言うこと聞かへんやつを力ずくでも連れていく、はい、教えとか救いに導いていく覚悟の現れだと聞いたことあります。もう完全に正解でございます。ありがとうございます。でもやっぱり
慈悲に基づく怒りというか、うん、まあ、相手のためにを思って愛ある叱りっていうところがやっぱりね、ただ単に自分の顔を押し付けてきてるんじゃないよってことですよね。はい、もうやたらに言うこと聞かなきゃなっていうことではなくて、うん、本当に相手のためも思って叱れるっていう、まあ、ある意味ちょっとこう父親のような威厳をですね、やっぱり感じさせる、やっぱりこう自分のために叱ってくれる父親の背中ってこう大きく見えると思うんですけど、はい、あのまさにそう、そのお姿ってことですか。そうですね、だからこう大きく、まあ、表現するっていうところにも意味が出てくるんじゃないかなっていうところでございますけれどもね、はい、まあ、こういうあの六号漫画、いろんな文化がね、あのハイブリッド的にこう並んでいる、そしてこの天台宗っていうところも、うん、ハイブリッドもそういうダブルのハイブリッドですね、はい、この牧本さんがすごく感じていただけるんじゃないかな、そういうレア感もありますし、こう父親のようなね、威厳を感じていただいて、叱られたいときはぜひこの不動明王さんね、大人になってくるとなかなか叱られる気が減ってきますからね。そうなんです、はいはい、叱られたい方はぜひね、不動明王さんの前に行っていただいて、うん、そしてアミナジュライさんの前でね、はい、ちょっと穏やかな気持ちになっていただくとね、いろんなニーズに牧本さんをね、答えていただけるんじゃないかなと思いますので、ね、はい、ぜひあのこの密教仏も珍しい仏との並び体験していただきたいと思います。